皆さんこんにちは大阪の吉村博文知事はイケメンで有能であると評判ですこれまでのコロナウイルスの対策にも真摯に立ち向かっている姿が国民の注目を集めていましたそして奥様はとても美人で元 ca であったと言われていますまたそんな吉村博文知事は教材家であるという噂もあります今回はまず吉村博文知事の私生活について調べてみました ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。イケメンで誠実だとされている吉村博文知事の奥様は、とても美人という噂があります。吉村博文知事と釣り合う女性ですから、美人な奥様、であるに違いありません。しかしまだ奥様の画像はあまり出回っていません。ある画像は選挙当時に支援者の方にご夫婦で挨拶をされている場面が写っていますが、少々鮮明ではありません。 画像を見る限りとても清楚な感じの女性に見えます吉村博文知事の奥様は元 CA だったという話もあります確かに美人と評判の奥様であれば CA であった可能性は高いでしょう以前週刊誌でも奥様の元職業についてキャビンアテンダントだったと書かれています奥様は北海道釧路市の出身とのことです 北海道の女性が今やイケメン大阪府知事の奥様ということでシンデレラストーリーだと言われています今の多忙な吉村博文知事を裏でしっかり支えているのは奥様ということです吉村博文知事と奥様との出会いは東京で働いていた時に飲み会で知り合ったとの情報がありますそれはいわゆる合コンです合コンでこんな有能なイケメンがやってきたら 女子はもれなく目がハートになることでしょうその後吉村博文知事がみるみる出世していった経緯を見ても奥様の内女の子の賜物だと思われますアげまんな奥様なのでしょうイケメンで有能な吉村博文知事そして美人の奥様実は教材家ではないかという噂がありますこの噂についても調べてみましたこれは奥様が怖い人ということではないようです 吉村博文知事が家族のことをとても大切に思っていることから、教材化と言われているのです。吉村博文知事は以前家族の順位をこのように語っています。僕の家族の順位は一番上が奥さん、次が子供たち、その次が犬、最後が僕、僕は犬より下です。家族の大切さをこんなジョークを交えて言える吉村博文知事。余裕のある証拠でしょう。 奥様がしっかり家庭を支えている様子もわかりますちなみに現在奥様のお母様とも同居していますこんなエピソードを聞いても奥様の家族まで大切にする温かい男性だと感じます吉村知事には3人のお子様がいらっしゃいますここで吉村博文知事のプロフィールを見ていきましょう吉村博文さんは1975年6月17日生まれ 大阪府河内長野市の出身ですさてアフターコロナで外国人観光客が急増している上に2025年4月に開幕する大阪・関西万博その後のカジノを含む統合型リゾートで外国人観光客のさらなる増加が見込まれることなどからオーバーツーリズム対策や街の美化のために大阪を訪れる外国人観光客に徴収金の負担を求める制度を検討するといいます。 大阪府では、すでに2017年から宿泊税を導入しており、府内のホテルなどに宿泊する利用者らに対して、1人1泊あたり7000円以上15000万5000円未満の場合は100円、15000万5000円以上2万円未満は200円、2万円以上は300円を徴収しています。大阪府は徴収金制度と並行して、宿泊税の引き上げについても検討していると言います。 2025年日本国際博覧会は日本の大阪府大阪市の花区の夢島で開催予定の国際博覧会です開催期間は2025年4月13日10月13日の184日間公式略称は大阪・関西万博テーマは命輝く未来社会のデザイ,ンイメージキャラクターは脈々です これらの政策に対してネット上のコメントは次の通りです。免税制度もどうにかしろって、大阪人にもてなしの心なんざあるわけねえだろ誰が反対してるんだ、情けね。オリンピック以上にみっともない。ほんと思考回路が下品としか言いようがない。おもてなしってなんやねん。来場客数の目標達成できるのか怪しいからだろ。かなり辛辣なコメントが寄せられています。さて 元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏が2022年8月13日配信の「ニュースバー橋本」に出演し現府知事吉村博文氏のモテっぷりを明かしましたこの日橋本氏は進行役のお笑い芸人サバンナの高橋茂雄さん今田耕司さんと共にお酒を飲みながらのトークを展開しました途中橋本氏のイメージに関する話題になると 今田さんは同志が世間の印象を悪くしているポイントとして口の悪さを指摘しより柔らかい言葉遣いや態度を見せるべきだとアドバイスしましたこの指摘に苦笑いを浮かべた橋本氏は「これをしっかり反面教師として僕みたいにやらないようにしているのが吉村大阪府知事ですよ」とし「絶対何を言われてもまあまあそれは分かります」とか「そういうことはやめましょう」 とかとすぐに格下しない吉村知事の物腰の柔らかさを称えていました続けて橋本氏は「吉村さんすごいのは出待ちファンがいるんですよ」とアイドル的な人気を誇っているとも説明しました新旧の大阪リーダー同士仲がいいことでも知られ読売テレビで遭遇した際も「ファンの出待ちが多いことを絶対に番組とかで言わないでくださいね」と府知事から釘を刺されたというのですが。 橋本氏はいろんなところで言いまくるからと返したと言います当時安倍晋三元首相の銃撃事件もあり要人警備の見直しをしているというのですが吉村知事の場合はオープンにしているんで新幹線にファンが乗ってきちゃうと暴露します中には東京から大阪までの新幹線に同乗してついてくる熱狂的なファンもいるようで橋本氏によると別の人に聞いたら 改札口を降りたところで抱きつかれたらしい、とのことです何でも吉村知事を敬愛するファン層は見た限りは主婦層と普通にちょっと若い人だと言い「これほどまでの追っかけファンを抱える政治家は吉村さん以外にいないんじゃないですか?」と驚いたように語っていました「サバンナ高橋さんも好感度が高いのは分かります」と同知事の人気の高さに納得の様子でした SNS では「 インスタグラムで万万人 X で万人でものフォロワーを抱えています芸能界でも同知事に賛辞を送る声があり女優星野真里さんは初めて政治家が「かっこいいじゃん」と思えたと称えるとコラムニスト新三なめこさんも「ライフスタイルし、くらしい」の中で従来の知事のイメージを覆すイケメン知事だと紹介しました。 会見時にマスクを外すもちろん世間からも「吉村知事はかっこいいです」「あれだけ甘いマスクをした40代はなかなかいません」「知事の中で一番イケメン私も吉村さん大好きです」などと評価は高く「マスコミへのコメント対応力についても敵を作らないのがうまい」として好意的な反応が多いようですアイドル級の人気は結構ですが いきなり抱きつかれてしまうほどの距離感には慎重になってほしいところではあります2020年の11月ごろの大阪府ではコロナが猛威を振るっていました同月22日には新規感染者が過去最多となる490人となったばかりでしたが昨日24日も8日連続の200人超えとなる210人でまたも東京都の人数を上回っていましたしかも当時深刻だったのは重症患者の多さで 吉村知事は重症病床の確保数である206床に対する使用率が50%となったと発表していましたしかし現実はもっと切迫したものだったようです重症患者用に確保された病床は患者が少ない時期には一般患者用としており24日時点で大阪府が重症患者用として確保できている病床数は130床要するに 実際には使用率はすすででに79%となっているのです大阪府が独自に設けている大阪モデルでは非常事態を示す赤信号となる基準は重症病床使用率70%以上つまり現実にはもう非常事態でしたしかも12月上旬には重症者数が病床数を上回るというシミュレーション結果も出ていたのです。 大阪府が重症患者用のベッドを百五実床まで増やすべく医療機関に依頼を行ったのは同月九日のことだったのですが、それから二週間以上経ってもその百五実床には到達せず、百三実床にとどまっていました。それにもかかわらず、確保数の二百六床で使用率を割り出しているのは詐欺的というべきではないかと批判が巻き起こっていました。しかし、この問題を記者から問われた吉村知事は。 こんな奇弁をしたのです数字変わりますんでね昨日は118今日は130で1日で変わっていきますから我々としては正確な数字ををの皆さんにお伝えをしたい日々数字が変わりますから日々それで分母が変わった数字がどんどん出てくるとなかなか分かりにくいと思いますんでそういった意味では206というのがマックスの数字なんです。 というのはこれまでお伝えしている通りこれからも伝えてていいいきたいと述べていましたししかしここまで不民を危険にさらしておきながら当時の吉村知事にはまるで反省はなくむしろトリアージそして高齢者より若者の治療を優先する命の選別発言まで口にし始めていましたそんな吉村知事に不倫問題らしきものが噂されたことがありますなぜ このような噂が立ったのか調べてみました落語家の桂文史さんが大阪市内で行われた大阪文化芸術フェス2019の概要発表会見に出席しました吉村知事が成功するかどうかは文史首相にかかっていると切り出し不倫騒動があった文史さんをスキャンダルさんも来ているが大丈夫ですかといじったのですこれに対して文史さんは 触れない方がいいと静止し、吉村知事は一言多い。そこだけ取り上げられることがある。お気をつけくださいと注意しました。吉村知事が分かりましたと返すやり取りで笑わせていました。どうやら師匠の不倫をいじったため、アンチの人が噂を広めたのではないかと見られているようです。いじる度胸もユーモアも半端ないな、とネット上には感想が述べられていました。 ままだまだこれからなのでハニートラップに引っかからないように注意していただきたいものですいかがだったでしょうか今回は吉村博文知事についていろいろと調べてきましたイケメンというだけでなく真摯に大阪府民大阪府を守り抜こうとする姿勢に国民から称賛の嵐が巻き起こっていた時期もありましたその奥様が美人で共済化という噂もどうやら本当のようです世襲議員不正議員 インチキ議員が横行する日本にあって、信じられるリーダーであってほしいと思いますが、最近は徐々にメッキが剥がれてきたと噂する人も多くなってきました。ここが正念場でしょう。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。